はい、どうもこんばんは。お疲れ様です。フラグっぽいな。いた。当たってんのかこれ。わわわわ、やばい怖いな、潰されちゃった。無理、間に合わん。ちょっと待って、なあお前待てっつったんだよ。ほんま話聞けよ。あった、胸元に。近いなあ、めっちゃ近いわなあ、笑かしに来てないこれ、大丈夫めっちゃ面白いよ近すぎやろ。めっちゃサービスしてくれたな今。で落ち距離感あ、こっち行かれへんなってる。最悪、やらかしや。壊れへんねんけど、あれ怖っ。何、近づこう。うわ、めっちゃ近い。あ、ここめっちゃ近いとこじゃ。来た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 、ファンサービス笑うわ。ファンサービス写メ欲しいの、こんな裸の白タイツ。あれも変態やで。ファンサ来る？来て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 来た。勝てんちゃうか？回復して。落ちる。おお、大丈夫か？震えてんで。寒いか？大丈夫か？やば、ちょ、なくなった。無視無理。あ、待って、ここあれやん。はじめのみやんとこやん。ごめん、人形遊びしやん女の子やって。ごめんな。おい、こっち、おい、びっくりした。何やねん。もう、ビビり方がマジで女の子じゃない。何やねん、今のビビり方。あ、おう、何や。何？え、触れた方がよかった今の。めっちゃ見とってんけどこっち。あ、まだ見てるわ。え、何？あ、まだ見てるわ。なんや今の。あ、ミア死んでる。幻覚みたいな感じかな。おお、びっくりした。もうないねん。あ、消えた。全部お前のせいなんだ。これは幻覚か？ぽいなあ。あ、ビクセンね。まだおるわ。なんや？カモチか？お前が？まさかのやろ。どうしてみんな私を嫌うの？血出てんで。ああああああ。え、来たな、お前ね、最近来たな。絶対服についた。ああ、大丈夫？なんで？来たな。おじいちゃん、絵好きなんや。前回の続きだ。シートを剥がしてくれ。はい。あの絵？さあ、意見を聞かせてくれ。え？
好き。この家には何かが秘められている。うん、何かは分かりません。分からんのかい。お前の才能を見せてもらおう。筆を取ってマジで宇宙人みたいなのしか書かれへんで。書くって言っても何を書けば。何でもいいから書いてみなさい。書いてやんのこれ。もう何色これ。これ何が何色これ。お前は適当にやろうか。拡大材、机か銅像か。カールの絵。どれがいい。みんなカールの絵真似する。感じたままに描くもの、それが一番絵である。誰。机にしようじゃ。またそういうやつか。難しいってタッチパッド。今んとこ線引いてるだけやけど大丈夫かな。これいけてる。線しか引いてへんこの人。4本ぐらい線描いて。なんでやねん。これは現実の完璧な複製だ。笑った。だが絵画では模写するだけではなく、自分が感じたことを解釈し表現することが大事なんだよ。はい、すいません。無理ですよ。無理ですよ。そういうふうにはプログラムされていません。さあほら、筆とそのキャンバスを使って。めっちゃ面白いや。え、また上手。めっちゃ上手。マーカス、目を閉じてみなさい。いいから。目閉じてかけってか。おいおっさん、マジかよ。かけるわけないやろが。存在しない何かを思い浮かべろ。存在しない何か。見たことのない何かだ。そして自分の感情に意識を集中させて。感情に意識を集中。気の向くままに筆を動かすんだ。はい。まず何を書く？アンドロイド、人間性、アイデンティティ。人間性重視でいこう。感じたままに思いやりを描こう。まず線を描いて。1、2。線しか引いてないな。いけてんのかなこれ。さっさっさってなんか線引いてるだけやけどなこれ。何が出来上がってるんでしょうか。人間性のある思いやりを浮かべて書いてみました。なんか病んでる。素晴らしい。大丈夫。つまんねえ。そうだ、あくびが出すに。あー痛い。お、なんやね、アンパンマンの顔よみたいな感じで投げるやん。何？何投げたん？腕新しい。一回捕まったら終わりマジで。これで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 。はい。これで。最後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 ほんまにジャンプジャンプジャンプ大事。あー、あー強いな。とても強い。待って、これは離れた方がいいんですよ。その間から中から危ないな。何切られた。マジでやばいってこいつ。強すぎ。何？無理なんやけど。遺族はサロンか。あっちも選べる。お腹すいたな。よって中にはハムが一つ入っている。ハムを手に入れた。今までいろんなゲームやってきたけどハムは手に入れたことないわ。
ドラクエでもなかったわ。ハッスルハム、これこれどういうことなんやろか。ここに入りたいんだけど、なんかこの部屋限定でカーソルハムになる。ちょ待ちや。あーあーああ言っちゃった。これ何マジで。え、食べるよって。食べるやつじゃないのこれ。なんなんこのカーソルハム機能。いらんくない。意味わからないんだけど。カーソルハム機能いる？わからん。これに食いだけやがな。ん？扉あったん今。鍵がかかっている。オッケー。お、走れ。ハム、なんか、ハムめっちゃ食べたい人みたいやんか。やめや、食い意地張って。もう、恥ずかしい。あ、入っちゃった。回避無理や。死んどるわよ、普通に。ちょっとなぁ。もう。痴漢やぞ、お前。ふざけんな。あ、怖い。すごい怖いけど、避けるのが上手くなってる。避けるのめっちゃ上手なってる。じゃあもうほんまにしんどい。勝てへん。お前がいなかったせいで家は荒れ放題だ。とりあえず家事と洗濯と料理と、うん、それからたかあのクソガキどこに来やがったんだ。うん、アリス、アリス。ああ、そこにいたか。うん、こいつはアリス、面倒見てやれ。宿題とか風呂とかそんなとこだ。ああ、いいな。はい、トット。1階を片付けたら2階を。オッケー、パパかな。ゴミを集める。はい、ゴミじゃないこれ。ゴミ集めに行こう。ゴミ箱。ゴミ当たった。テレビオン。ゴミをまとめる。はい、ゴミ多分な。ゴミ。何が欲しいんだ。ああ、いいぞ。この辺も片付けたいんだけど、メグ。一回終わってなくない？あんた。めっちゃ残ってんで、仕事。汚い、その床。ああ、でもそういうなんか大事な資料というか、そういうのあんまいじらんといてほしいタイプやな、メグ。なんや？床汚れてるやん。全然汚れてるやん、あんた。ほんまに。ちょっと仕事ちゃんとして。浴室。え、なんかメグさ、アンドロイドになってこうやって一式掃除する仕事をするゲームしたいねんけど。やば。ちょっと楽しい。掃除ゲーみたいなない？なんかさ、みんなおすすめの掃除ゲーない？どうやるんこれ。え、どうやるんこれ。え、これどうやるん。え、これどうやるん。え、これどうやるん。あ、ええー、すごい。なるほどな。もうタッチパッドをゴシゴシ。